ロクイシング徳島深瀬ロード。今回はこの季節恒例企画、底物釣りを徳島県南部日和佐よりお届けします。番組でも最難関、最も鬼門となっている底物釣り、今回こそ大物をあげられるか。コモ絶対やってやんよあれ気合いの絶対取ってやっからな何よれはどこ何ご清聴ありがとうございましたおはようございます。おはようございます。底物ロードやってまいりましたまた違いますね、これいつもと雰囲気が。違う絶対やってやんよ、ね、やらないいかやつでもちょっと危ないやつ日和佐徳島県内日和佐、大辰巳島の腰、はい、というポイント上がったことある？ないです。ない、私もないんですけど、はい、底物のいいところらしいのでやってみたいのですが。底物やね、今日は。底物です。底物ですね。あのね、この番組で何としても50オーバーが釣りたい、ね、僕ね、あのこれ広野くんとこの底物ロード一発目の時に獅子食いで、はい、棚で石台と石垣台釣って、うわこれおもろいなって思ってから、もう超不発最初だけあれだ愛媛県にも行きました、ね、超不発。このね、石台って本当にこの奥が深いというか難しいんですけど、この日和佐でちょっとドキドキしてるんですが、やってみたいと思います。どう感じ？いいね。ちょうどほんと今時期的にも、うん、もう来たらまあ結構言い方が来るんちゃうかなと。そう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 、この3月入って、まあやはりのっこみと呼ばれるその石台のシーズン、まあもちろん初盤ですけど、うん、そういう時にまあ来たらでっかいのを釣れるかもわかんないしっていうことで、うん、まあ2人でね、船長にお聞きすると、まあちょっと高いところとこの船着き戸に分かれてやったらいいんじゃないかっていうことで、本当にこう繊細な当たりかつダイナミックなこの舞い込みでもってやってやんよ、ね、もうエッチね、まあ、お送りしますので、ヒロン君よろしく、はい、お願いします。午前7時、それぞれ南側に釣り竿を構え釣り開始。おお、もうガタガタ感じいいね。この間来てた時はあの風がすごかったから、こういう竿先のあたりなんかが、おー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 おおおお心臓に悪いわ大きいあたりやけど、おおまあまあ引くじゃん要は当たりが、いやけど本命やったら行ってしまうんじゃない？どんなの、うん、広野くん分かりません。分かりません餌はね、主となるのはやっぱりサザエかなって、こんな感じ。サザエね、もうそれこそ本当のこういう食用のサザエと、まああのガンガゼウにも持ってきてるんですけど、時期的に言ったらまあおそらくはこの貝が主になる、まあ いろんな情報を得て聞いてみると、まあやはりサザエが主になるんじゃないかっていうことで、まあ、サザエがメインの、あまりにも餌が取られるようであれば今度はガンガゼでそのパターンでやってみようかなと。まあ、あの瀬戸貝とかそんなもちょろっとは持ってきてるんですけど、まあ、そういうのは状況を見ながらちょっと使い分けてみようかなって思ってます。サザエで結構当たりあるからね、開始1投目から結構大きな当たりも出たし、まあ、それが何のあたりかっていう、そういうところまではまあ僕の力ではちょっと分からんけれども、まあでも結構大きめなあたりだったから期待はしたいですよね。
おお、なんか姿あるけどな。あ、これ悟りなんかな。今日あの餌はサザエとガンガゼを持ってきました。でもまだ水温がまあ低いというか、まあ、春の残みなんで、まあ、あんまり餌も取られんかなと思ってサザエが、まあ、主流になるんかなとは思ってますが、今掘り込んで 2,3 頭やけどちょこちょこは何かが当たってますわ。餌取りと思うんですけど、まあ、これでまあずっとこうやっぱ手返しして石台をもう回ってくるんを待ったな仕方がないんかなと思ってます。多分石台だったら、まあ、あんなコツコツとかでなしにこう抑え込んでいくようなあたりでもう一気に竿が舞い込むはずなんで。あったな。ヒロくん、餌ない。おぉ、まるまるない。まるまるない。おぉ、これはまるまるない。現れたか。ほら、まあまあほらったってこれがまあ餌取りかどうかは分からんけど。いやでも硬いとこ期待できるじゃんね。硬いとこやられとんだろ。硬いところはあの切らしていただいてます。ああ、ほんでもおないっていうのはなんかなあ、うん、こういうのは嬉しいよね。餌がないっていうのは。おーおお、ちょっと大きいよ、あたりが。ヒノコ、あたりある？あたりないです。ウニはあかんすわ。あたりがない。ないで。マジっすか。また餌がない、これ餌取りが一生懸命食べてんかゴリアテがやってんかな。なあ、キヨンじゃんこれ。近づいてキヨン違う。そうしよう。こう僕とヒロノ君の釣り方ってね、こう違うんですよ、やってることが。仕掛けをビューンと投げ入れて海底について底取り取って、でそこから重りが止まるところでラインを少々若干少しテンションかけて刺し餌を浮かして前で釣る釣り方だ。今度ヒロノ君はこういう磯、まあ、海底だとしたらこうスクーピタッとこう磯に沿わせて寝さして釣る釣り方っていう、まあ、双方が同じ釣り方をするよりも極端にやってみようっていうんで、僕はこうちょっと投げ込みでやってるんですけどね。あ、今も当たり出てるもんね。これちっちゃいけどね、この当たりは。どうしたん。当たりが。当たり何？ない。ない。ない。最初だけなんか放り込んだらコツコツくるんやけど。はいはい。ちょっとしたらやっぱりあれやな、あの硬いとこは食わんな。嫌なのかしら。なあ。うん。お。ん？お。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 これは。行ってしまうん違う。大きいじゃん。これは何だろうか。ついについに来た。いやでもあかんわこれ。やってやんよってやつ違う。それあら、お、結
けど、あ、違うな、なんかいい当たりやったよね、けど、おあれで行かないかんよね。サザエ、サザエ、おお、手持ちかやるな。いらんことせよがいいと思う。だいたいそのおおっておおってなったおおって言ったらもうそれで終わるよ。あと静かなんだろ。進んでいかないよね。進んでいかないよね。おおおおほんまだ。だけだ。もう。でもなんか餌取られてるっていうのはいいよ。まあな、いい、それは絶対いいと思う。前回なんかもう全然後半取られへんかったっていうのもあったもん。ああ、それが仮にまあまあ餌取りだったとしても分かんないけど、うん、でも取られてるっていうのはいいんじゃない。いいよな、続かれて餌が丸々残ってきちゃったら。そう、もう前回もそんなんやったもん。おお、ちょっとこう、おお、な、ちょっとこういい反応があったりするんだな。おお、おお、おお、大きい当たりやったよ。来たか。朝けど結構餌、うん、ま、全部取られたりとかあったのにな。確かにな、うん、ほんで当たりがまあまあ大きかった。朝は大きかった、大きかった。うん、おお、今入ってたけどね。え、当たり、うん、あ、ほんまや。あ、お、今結構曲がってったんよ。マジ？おう。来るな。それいいよ。結構捉え出した。まあ当たりが結構今大きかったけどね。おお。でもこれで終わりました。いまだ大きな当たりは来ず。静かな戦いは続く。魚も釣れてないけど飯食おうか。そうやね、とりあえずちょっとあれやね、こんなすぐに釣れたら困る。そういうことやね、うん、声からやね。こんばんは。当たりあったんだろ、大きいの。いいかった。まあ結構入ってって弱かったやつやな。うん、でもケツは上がっとったもん。行きかけとった。ほう、うん、行くと思ったんやけどな。絶対やってやんよってやつやな。また俺はなんな。ほんまでも厳しい。餌釣りはおるのにな。まあまあ、うん、餌釣りはおるっていうか出てきだったんだろ。まあ朝は見えんかったけど、今上の方で餌釣りがようやって行きやんで。行きやん、行きやんかいな。うん、プラス以降で、そうそうそう。で後半戦まくりで一匹来てみ。一匹、一匹でいいよ。一匹でいい、一匹でいいやろ。うん、こんなん数釣れたら困る。そりゃそうじゃん。その一匹を求めてやりに来とるのに。でも小さいんで分かるな。小さいんでもいい。いいね。だんだん最初と言うことと、いやいや、50オーバー、50オーバー欲しいけど顔見れたらいいじゃん。まあな、俺よりめちゃめちゃ気温上がってきたよ。暑い、僕も汗だくやもん。この下ダウン着てるから。朝3度とか4度とかの世界で今も大方20度弱ぐらいまでいってんちゃう、まあ、うん、気温差がだいぶ。ほれほれ、うん、まあちょっと慌てて食べんでもええわ今日は。ゆっくり食べて、はい、後半マグロ。わかりました、うん、お願いします。さあ行ってみよう。ほな、後半戦のまくり行ってみよう。
おー、おっしー、おっしー、今何行ったの、見た見た今何ほんねいかんのやな、いかん、びっくりした、突然来た今のあたりは餌ないんだろうな、なんなんだ、魚がでもまあまあ大きいっていうことでしょ、いやいや、わからんかった、あの当たりが大きかっただけで、やっぱ餌ないよな、おー、おお、お、おちょっと今入ったけどね、大きい、いやー、ちょっとだけ今曲がった、おお、うわー、おお、何にもけど当たりもないままよ、あーこれな、これ不思議だよな、ほんまに僕もさっきテンションかけとんのに分からんかったもん、まあ誰か食い上がってきようかな何がおるね、これおるおるな、当たる、なんか当たんよ、おるらしい、おる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 らしいっすよ、なんか餌取りやな、どっち、ちょっとちょっと層が曲がってコン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 やって終わる、これで、あらこう撮影とかこうやっぱりその一発でこうね、大きいの出そうっていうのはまあ相手が石台だけに難しいもんがあると思うわ、やっぱりなんかプライベートで行ってて同じサザエでこうピューンと遠投して40メートル付近でガチャーと置いてって言ってそのままチュンと当たった瞬間ブチューンなんてね、この56とか7ぐらいの、まあ60は超えてないけど、そんなんとか突然こうツンツンブーンみたいにね、なんかこう来たりとかってもするから油断もできへんし、まあそんなチャンスがまだラストね1時間ぐらいだけどあるかもしれへんし、変化ある、今当たった、当たった、当たった、ちょっと抑え込んだんやけど、また黙っとったん話しとったけん、まあ、って言うたらいかんなと思うで、もうちょい行ってから、まあ、いやそういうの君多いひどい基本あの腹綿だけもうすぐ取られるな、うん、あと上の身はやっぱりちょっとなかなか、何今おおおおおおなんか当たりがいい、おおおあおお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 お最後それで釣ってよ、かっこよくマジっすかみたいなやつおー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 おお、なんかおお、いいね、最後にラストにふさわしいあたり来たよ、いいねいいね、結構これつついたけどね今回は、ないんちゃう、ほらだいぶないんじゃない、つつかれた、あ、つつかれたん、あ、ないわでしょ、おお、見えてきたよ、見えてきた見えてきた
もうラストアタック来るな、こりゃやってもうて、ああ来る、もう見えた、玉玉いいの玉いい見えた、よい食、うん、ほら見えたわあたり出したよ、あーあー、いった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 嘘だ、あ、外れた、あ今行ったな、マジにマジ行ったね、今行ったな、あれはうっそ、行ったやんなうっそ、最後のラストチャンス来たよ今。おるわ。舞い込んだでしょ今。うわあ。おっしゃ。くそー。身の硬いとこ残ったあるから、張りがかりせんかったんやな。ああ下の方だけ加えていったんだろうか。行ったよね、行ったな、だいぶ行ってた、だいぶ行っとったやろ、行っとった行っとった、もう、 もう今までマガって磯にこう行っとったわ、これよ俺なんで、ああ そんな感じやね、まあ、悔しいわなあ、まあ厳しいとは思っとったけど、最後の最後で当たりが捉えたもん、たもんで来たもん、見てくださいもう一回あれは間違いないだろうね、いやこの厳しいこのなんていうかな、のっこみの走りの時にこれって思って、厳しいのはもちろん覚悟では来たけど、最後にうわマジほんま来たって思ったんやけど、あの硬いサザエの芯みたいなのがあのちょうど針の間のにこうスコッと抜けたんやろね、悔しいわ、もう船が見えましたので終了でございますけど、どうやった、いやまあまああのこののっこみでね、こんなに数は出んと思ったんやけど、まあもうちょっと当たりもあって、うん、あれかなと思ったんやけど、当たりも結構こうあったりなかったりで、ほんでなんかこう2人ともやけど途中こう当たりがないのに餌が何もないとか、だから餌取りなんだろうね、そのっぽいような当たりっていうのもないような時もあったんですけど、最後になんかこうムニムニョっとなっておみたいなような感じ、だから大きいのが来る時っていうのはやっぱりその当たりもちゃうね、やっぱこうあおっていうのが分かるっていうか、だからチリチリチリってちっちゃいやつはやっぱまあ餌取りなんだろうなっていう、まあ、そんな感じのね厳しい結果にはなってしまったんですけど、これが底物ですよ、まあ、そんなん言ったらあの底物の上手というかこんなことないって思うかもしれんけど僕らからしたらやっぱ狙っていこう、まあね、おう面白い、やっぱこう、おう今日でも出ると思った今思ったはいできましたって言いかけた、あのでかいほんまね、おーと迫力のあるやつを、そう必ずお見せしたいな、うん、通い続けたいなと思いまして、ね、今日はこれぐらいにしといたろかということで日和さん一大編終了でございます、ヒロノ君どうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、くそフェイシング徳島深瀬ロード、チャンネル登録はこちらから。